はい、皆さんこんにちは。本日は玉村文化センターにやってきました。で、本日来た理由は、はい、これです。気軽にクラシック松本かなと楽しい仲間たちということでね、バイオリニストの松本かなさんとその、仲のいい6人かな、で全部で7人でね、これね、ちょうど楽器がね、みんなそれぞれね、その分野のパートなので、まあ最初、一番小さい、なんだろうな、必要最低限揃ったオーケストラというか、まあね、そんな感じになってますね。一番最小サイズのバンドになる、んじゃないかな。まずね、バイオリニスト、フルート、チェロ、パーカッション、クラリネット、コントラバス、ピアノ、もうこれだけいけばね、大概の曲やれるんじゃないかなと思うようなメンツです。で、こうやってきたわけですが、と、まあ随分ね、値段も安くて聞きやすかったということで。で、松本かなさんはね、きっと多分ね、この、説明に書いてある通り、結構ね、ここの、ここの出てきたメンバーね、みんななんかね、群馬交響楽団の人たちらしいので、多分ね、群響と、まあその周りの知り合いとかなんじゃないかなって感じですね。まあね、オーケストラみたいにその大掛かりではないので、すごいね、このコンパクトに、もう最近あれのコンパクトですよ、コンパクトな感じで、こうコンパクトなバンド編成で、まあね、本当にいい感じのあれじゃないかな、チームじゃないかなって感じですよね。まあまずね、このプロフィールをね、みんな何かしらね、ちょっとね、普通とは違うんですよ。コントラバスの人なんかね、野球になりたかったとかね、野球の実績しか書いてない。下の方にちょっとだけ、ちょっとね、その音楽やってますみたいなことで書いてあるんで。あと、なんだっけな、チェロの人なんかね、12歳で、7歳よりチェロを始め、12歳で辞めるとしか書いて、辞めて終わってるんですよね。ただまあ、その後はね、その自分のその経歴じゃないけど、そういうのも書いてありますけどね。みんな何らかの、なんかね、ちょっとね、普通とは違う紹介しちゃって、そうだ、そんなわけでね、みんなね、今回このチームにおいてはね、ちょっとね、こう遊び心みたいな感じのが入ってますよね。で、この第1部は、歌劇フィガロの結婚状況曲、トルコ行進曲アルルの第2組曲よりメヌエット、チェロとコントラバスのための二重奏曲第1楽章、タイスの瞑想曲クシコスポスト、だんだん小さくトリッチトリッチポルカ。まあね、タイトルだけ聞いてもね、ちょっとね、ピントは来ないけど、大概の曲はね、聞くと、ああ、聞いたことあるって曲ばっかりですね。ただね、チェロとコントラバスのための二重奏曲は、もうこれはね、これ松本かなさんも初めて聞いたっていうぐらいの曲で、もうね、チェロとコントラバスだけの曲なんですよ。こんなマニアックな曲なんで。でもこういうことをやれるのはね、こういう小編成のチームだからこそってこともありますよね。だ、一部はね、この7人がいろんな組み合わせで、で、それぞれがね、その、それぞれの楽器が生きる曲を演奏してますね。なので、まあまあ、クシコスポスなんていうのはもうね、運動会の代表曲ですよね。玉入れとかで赤組頑張れ、白組頑張れみたいな、ああいうのの時に、かかってそうな曲ですね。でも、だんだん小さくっていうのは、まあ曲というよりね、このクラリネット奏者の方が、このね、演奏中どんどんね、クラリネットを分解してどんどん小さくしていくんですよ。で、まあだんだんね、小さくなって、まあね、そういった悪ふざけ、悪ふざけとかね、そういった遊びも入れつつ、このフルート奏者の方は自分の曲ではこう、演奏していながらだんだんね、立ってね、歩いて真ん中で吹いてるというね。で、最後はね、チェロと一緒にこう、デュエットしてる感じに なるっていう感じで、まあとにかくね、遊び心が多く、で、曲と曲の間にそのね、人と演奏したメインの人と松本かなさんが司会になって、まあいろいろプライベートなこととかちょっとね、冗談交じりの会話をしていくということでね、パーソナルの部分を引き出していくわけで、で、だんだんね、この、第一章が進むごとに、お客さんというかね、聞いてる人は、その一人一人のパーソナル部分が知れることによって、だんだんね、バンドのメンバーもね、身近になっていくっていうか、今までね、知らない上手いクラシックの演奏者だったのが、このパーソナル部分を知ってる、あのね、野球のうまいコントラバスとかね、しかも
コントラバスの人なんかね、この演奏会の前にね、実はね、野球してきたらしいんですよ。野球してきてここで演奏してるっていう。こういうのね、話聞かないとわからないよね。こういうの面白いよね。なんかさ、クラシックの人なんていうと、ちょっとなんか真面目な人生を送ってるような感じするけど、まあまあみんなね、それなりにこう、面白い人なんだなっていう、ユーモアのある人なんだなってことがね、こうやって知れるわけで、こう、7人編成のバンドで、さらにね、一人一人掘り下げていくっていう形式はなかなか面白いんではないかなという感じがしますね。で、休憩挟んで、動物の車に臭いにおいて、これ全員で演奏しながら、あと何、谷川俊太郎の詩を朗読しながらかな。谷川俊太郎の詩を朗読しながら演奏していくって感じになってますね。まあそんな感じで、いや、なかなか第1部においてはね、この、バンドのメンバーのね、掘り下げはなかなか面白かったですね。これはなかなかいい試みというか、まあこうしていった方がいいんじゃないかなって感じで。で、あとね、やっぱクラシックがこう、やっぱね、なんていうのかな、音楽を聴くというよりやっぱり体験というか、そういったものですよね。実際こう、音を浴びるというか、体験するか、目の前でね、鳴ってるものを聴く。やっぱり体験の音楽なんだなって思いますね。しかもね、マイクはないし、スピーカーもないしっていうんで。その、なんだろう、演奏の力強さというか、アナログ感というか、アナログの力というかね、あと誰もが知ってるこの曲の力とか、そういったものを改めて再認識する機会になりましたと。まあ、そんなわけで、まあね、大掛かりなクラシックではないにもかかわらず、こういうね、小さいバンド編成のクラシックもね、なかなか違った企画的な感じで面白いので、見てみるといいんではないでしょうか。まあ、なんかね、やたらこの玉村文化祭が来てるけど、まあね、開館して30周年ということでね、結構近いでイベントやってて、あと、スタインウェインって、スタインウェインのこのピアノかな、この間もね、ジェイコブ・コーラーさんだっけ、あれが来た時もね、弾いてたあのピアノがあるので、多分そこでここが選ばれたりとかするのかなっていう感じがします。まあ、そんなわけで、本日はね、多分、群馬交響楽団のね、松本香菜さんとその楽しい仲間、まあ友達に近いようなね、グループですよね。による、本当に気軽なクラシック演奏会でした。まあ、2時に始まってね、ちょうど、2時に始まって3時59分に終わったね。ほぼね、しっかりきっちり2時間で終わりましたね。アンコールも入れて。なのでね、すごいですよね。時間感覚も、バッチリという感じで。いや、ちょっとね、やっぱね、プロの音は違いますよね。本当に完璧な音を拾いつつ、完璧な音を完璧なタイミングで出しつつ、さらに余韻まできっちり演出していくのがやっぱプロなんだなっていうのを改めてプロの演奏を聞いて、ちょっと改めて思いました。ちょっとね、群馬交響楽団、まあ、群馬が誇る交響楽団だけど、まあ、今度聞いてみようかななんて思いましたと。では、皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた次の機会に。お疲れ様です。ではまた。